いる。ヒップホップでよく聞くこの言葉、どういう意味か知ってますでしょうか？一般にヒップホップ的なスラングとしては、イケてる、ぶっ飛んでる、というかっこよさを表す言葉として用いられています。ですが実際の直訳は、病的、病気がある、という意味を持ちます。他にも、ドープという言葉も本来、物乗用車みたいな意味があるにもかかわらず、スラングとしては最高にかっこいい、という意味で用いられます。こういった言葉遣いからも、ヒップホップはかっこよさといかれていることが、紙一重のように扱われていることがよくわかります。これは日本のラッパーも例外ではなく、何やら様子のおかしい状態になって、人前に出ることがよくあります。なんでそんなにイカれた状態になってるのかは僕にも想像がつきません。いや、っていうかまあ、さしてください。YouTube 的にはあまり言いたくないんです。今回はそんなラッパーがイカれた状態になっているものを、何を言っているのかわからないものから、何を言っているのかわからないものまで、ひたすら見ていきましょう。ニドラアサシン、突然なんですけど、彼って捕まったんですかね？もうしばらくしたら、情報が世に出回っているかもしれませんが、現在は詳しくはわからないです。ちょっとこの記事しか見つけることは今のところできなかったですが、詳しくは今のところわからないです。もし捕まってても正直大して驚きはしませんが、ショックだわって思っている人は、今回の動画を最後までご覧ください。見終わった頃には納得してるかもしれません。ニドラさんはある動画が世に出回ることで、ヒップホップのリスナー界隈を騒然とさせたことがありました。一つ目の動画は、ユイ・マキナさんのストーリーになります。ニドラアサシンではなく、ユーヤに対して、チャット、または、電通、またはテレパシー的な？僕は今まで日本語が扱えているという自信はあったんですが、このニドラさんの動画は何を言ってるのかが最初から最後まで何一つわからなかったです。これは寝言を話している友達と会話するぐらい成立させるのが難しいですね。チャット、電通、テレパシーとは何の暗号のことなんでしょうか。もしかしたらこれはわかる人にだけはわかるっていうなんか秘密のメッセージなのかもしれませんね。他にもニドラさんの暗号動画は存在します。つーちゃん、友達、明けつけるな。おそらくスティッチのモノマネをしてるんでしょうかね。僕も昔スティッチのモノマネを練習してたので、これは理解できました。それにしても結構クオリティは高くて驚きました。まあちょっと続きも見てみましょう。直立、直立二足歩行を始めたバーだ。1、2、1、2、暗用が上手。直立二足歩行を始めてパウダー？そして突然のダブポーズ。二連発です。ちょっとこれは難しいです。何を言ってるのかはわかりませんが、タクシーの運転手もこれには困ったことでしょう。これ以降も突然ビートボックスに挑戦してみたりと、かなりテンションが上がりきっていました。こんな感じで、おそらく終始宇宙との交信を行っていたニドラさんですが、実は過去にも突然インスタライブに始めたりと SNS の使い方をエクソエクソしてしまっていました。仮に捕まっているのが本当だとしたら、これを機に何かが変わることを期待しますね。他にもインスタライブなどで意識だけが高いところにいる状態から発信している人はたくさんいます。その中には自ら変な状態になってしまっていることを自白してしまっている方も存在します。彼はラップスターで話題になり、さらには過去に高校生ラップ選手権にも出場していた過去を持つ実力派のラッパーです。藤井タイト。早速ですが問題のライブ配信を見ていきましょう。ちょっとね、テンション高いっす、正直。高いっす。なんでかっていうと、なんでこんなテンション高いかっていうと、まず森食ってます。明らかにおかしい様子の藤井タイトさんですね。森を食べたって言ってますね。まあどういうことかはさっぱりわかりません。森って何のことですかね？食べ物なんでしょうか？まあとにかく目の感じとかは明らかにおかしい気がしますが、見た目だけで人を判断するのは非常に良くないことだと思います。テンションが高くなりすぎている藤井タイトさんですが、その経歴もこれまた最高にイカれた人生を送っていたようなので、少しだけ紹介していきます。MC ネームの由来がやばいことや、実は高校生ラップ選手権の第1回大会に出場していたりと、かなり興味深いまさにドープな人生を歩んできている藤井タイトさん。まず藤井タイトという名前は、中学時代に可愛がってくれた先輩の名前を使おうということで、この名前にしたそうです。その時の先輩は事件に巻き込まれて亡くなってしまいます。藤井タイトさんは12歳の時にこの先輩にビジネスに誘われて半分裏社会みたいな環境で生きていくことになりました。スカウトされた経緯は藤井さんが別の人と揉めた時に落ちてた鉄パイプで殴っちゃったみたいです。しかもそれが先が尖っていて結構がっつりいってしまい死にはしなかったみたいですけど死にそうなところまでやってしまいます。いや12歳やで。今の年になっても僕は鉄パイプで人を殴ったことはありません。そして先輩はその人の知り合いだったらしくすぐに駆けつけてきます。藤井さんは俺もやられると思い逃げたそうですが、まあ待てって感じでそのままスカウトされることになります。いろいろと理解できない不良の世界ですね。ぶっ飛んでるやつっていうのが不良の世界では重宝されるのかもしれません。また第1回の高校生ラップ選手権ではコロンという MC ネームで出場し、1回戦で当時はまだ K9 という MC ネームで出場していた T パブロさんに負けてしまいます。そして第3回の高校生ラップ選手権に観客として見に行った際に会場の熱気がすごかったのもあって俺本気でやろうと思ったそうです。そこからは群馬の仲間たち何人かと共に東京に移住してきたそうですが、そこで違法な危ない遊びにハマってしまったそうです。インスタライブを見る感じは現在進行形で楽しんでそうですよね。代表曲のクレヨンは皆さんも一度は聞いたことがあるんじゃないでしょうか。 YouTube での再生数も1800万回再生されており大ヒットを記録しています。なかなかに波乱万丈な人生を歩んできている藤井タイトさんだからこそ作れる音楽っていうのをこれからも作り続けてくれることに期待です。ヒップホップ界には藤井タイトさんのような壮絶な人生を歩んでいる方がたくさんいますが、やはりそういう方はぶっ飛んだ状態になることを経験することも多いようです。そして若手に限らずレジェンドとなったラッパーもそういう状態で人前に姿を現すことが多いです。カン AKA ガミ、最近は2週間に1回ほどのペースでゲストラッパーと共に料理を作る企画を YouTube 上にアップしているカンさん。ちなみにカンさんの料理の腕前は素晴らしいです。めちゃくちゃでっかい手で包丁を握って慣れ
た手つきで料理をしている様子は、なんか高級料理店の大将にしか見えないです。最近は僕も料理にハマっているので、機会があったら料理チャンネルに出してもらいたいです。カンさんのいかつさにビビって何も話せなくなりそうですけどね。カンさんの料理チャンネルは概要欄に載せておきます。まあカンさんの紹介自体は他の動画でも散々していますし、ヒップホップを聞く方なら知らない人はあまりいないんじゃないかなと思うほどの知名度です。あまり知らないという方は僕の他のチャンネルでもたくさん紹介してますので、ぜひ見てみてください。ではカンさんのイカれた瞬間を見ていきましょう。まずはライブ配信で人類みんな兄弟という深い発言をしているものになります。早速見ていきましょう。そう。元をたどり着けば、すべてが地球上に存在しているもので作られました。深いですね。これはパッと見シラフに見えるんですが、どうなんでしょうかね。人々がこういう類の話をするときは、大体意識自体は高いところに登ってしまっていることが多いんですが、今回はそんなことはないのかもしれませんね。カンさんはナチュラルに意識だけを宇宙に持っていくことができるのかもしれません。ちょっと続き見てみましょう。つまり元をたどると我々みんな兄弟なんですよ。そうなんです。物も人もこの地球上にあるものすべては元をたどるとみんな兄弟になるのです。浅いようで深いようでやっぱり浅いです。ただやっぱりカンさんが喋ると深いように聞こえます。そしてさらに続けて、人はみんなが平等であると語ります。平和的な考え方ですね。僕はみんなが平等だとは思いません。だって僕は借金があって皆さんは貯金ちゃんとあるじゃないですか。平等だっていうならやっぱりそこの差はなくした方がいいと思うんですよね。まあ、とにかく意識が宇宙規模のどこかに行って、そこからのメッセージを僕たちに伝えてくれていることは確かです。まあ、ちょっとここまで紹介した皆さんがかなり飛んでいるものばかりだったので、一息ついてちょっと安心したいところですね。カンさんの別の意味で決定的瞬間があるので、それを見てください。男の子じゃないから。だから、だからさ、会社のことを。カンさんがくしゃみをするときは正面に立たないようにしないと危ないですね。くしゃみと何かを同時にしたくなるときってありますよね。畜生とか叫ぶ人もいますが、カンさんの場合は体の動きとして現れるみたいです。言葉より先に行動で示せという教訓を教えてくれる貴重映像ですね。あと、この時のカンさんが着ている T シャツが一瞬でよくわかりませんが、って書いてるように見えて笑いました。今回のカンさんはちょっとシラフにも見えたんですが、明らかに意識だけがどこかへ旅してしまいながら僕らへの重要なメッセージを伝えてくれました。そしてこの宇宙に行くというのが曲のテーマと非常にマッチしているラッパーというのは日本にも数多く存在します。そんな中でもやはり気になるのは日本一有名な薬剤師グループのあの方々だと思います。なめだるま、彼らは手巻きタバコをこよなく愛するグループですが、インスタのストーリー等でその日常をたびたびアップします。基本的には宇宙と交信していることが多いんですが、時には過激なものもあります。それでは見ていきましょう。ジプラズさんが笑顔で何かロールしているのがわかりますね。手元が映ってないので何かはわかりませんが、おそらくタバコです。そしてデルタさんは宇宙と交信中ですね。かなり眠たそうなのですが、レコーディング中のため頑張って寝ないようにしてるんでしょうか。なんか授業中の睡魔と戦ってる人みたいで可愛いですね。ちなみにこの歌は何なんでしょうかね。未発表曲だとは思いますが、早く世に出るといいですね。どんどん行きましょう。獲物を見つけた時のライオンのような目でお菓子に手を伸ばしながらカメラを威圧するジープランツさんです。それにしても顔が怖いです。しかしこんなに顔が怖くてもやってることはお茶目で可愛いですね。ギャップあります。続き見ていきましょう。今が一番いい、明日も同じ、だけどあの時と同じ、臭い飯が。先ほどのお菓子を口に飛ばしてキャッチするのかと思いきや、そのまま口に手で持っていってますね。こういう人間らしい瞬間を見ると、あ、こんなに怖くても同じ人間なんだなって思えて、なんだか親近感が勝手に湧いてきます。やっぱり湧いてきません。しかしまだまだマンチー状態のジープランツさんは止まらないようです。最初はエビフライを食ってるのかと思いましたが、動画を分析した結果、おそらくピザの耳を食ってるのではないでしょうか。この状態の時のピザがどれだけうまいかは知っている人も多いのではないでしょうか。ちなみにこの動画の収録を行っている今日は4月20日です。この動画が公開されるのは4月の終わり頃ですかね。ちょっとわかんないですけど、皆さんの4月20日はどんな感じでしたか。カナダにいる友達に聞いたら全ての商品が半額になってるらしいです。何かは言いませんが、羨ましいですね。次の動画は閲覧注意です。グロくはないですが、ゲロいです。見たくない人は10秒スキップでお願いします。大丈夫。車に酔ったんですかね。それともお酒の飲みすぎですかね。それとも食べ物が美味しすぎて食べすぎたのかはわかりませんが、しっかり入ってますね。今回はラッパーのイカれた瞬間というテーマですが、何も目がキラってヤバい発言をしているばかりではありません。次はバタサイさんの映像です。いつもの険しい顔でのインスタライブをしてますね。まあ、やっぱ怖いですが、バタサイさんってよく見ると普通にイケメンですよね。手には何やら持って吸っていますが、これは紙巻きタバコです。ベロベロな顔してんな。ソン・ゴングさんがインスタライブに入ってきただけで爆笑してるのには笑いました。いや、俺何してんだよ。何してんだよ。俺何してんだ。いや、それ。
あぶねえわ。マジで何の中身もない会話で大爆笑してます。和田斎さんって普段は低い声で淡々とした語り口なので、かなり威圧的な印象があるんですが、これはかなりそのイメージがいい意味で崩れるギャップ動画ですね。きっと笑いが組み上げてくる魔法にかかってるんでしょうね。まあラッパーならそういう時もありますよね。サイバー類。ちょっとここまで大の男の大人がブリってじゃなくておかしい言動をしているものばかり見てきたので、癒しが欲しくなってきたと思います。ヒップホップ界の若き新星のサイバー類さんの動画を見ていきましょう。最高やったやって今日。え？でも最高だった。ありがとう。何やらライブ後の映像ですが、コメントではなんか様子がおかしいとか指摘されてますが、いや普通に可愛いだけですよね。ちょっと目と喋り方がトローンとして軽く目が赤くなってるだけです。もう可愛いので何でも OK です。癒しになりましたよね。ここまでラッパーの様子がおかしいシーンを見てきましたが、なぜそうなっているかは皆さんの想像にお任せします。僕ももうとぼけるのは疲れました。こんな様子がおかしい時がある裏では、数多くの楽曲でリスナーを盛り上げ、刺さるリリックを書き続けているラッパーたちには、ギャップを感じながらもシンプルに尊敬します。そういうギャップもまさに、いるという言葉に当てはまる部分があるのかもしれません。あとはラッパーに限らず、ライブ配信やインスタのストーリーは誰かが保存してそれをネット上に上げてしまえば、残るものとなります。一生残ることが何も悪いことばかりではないですが、最近だとそこから個人情報まで全て丸裸にされてしまうというのがよくありますよね。何かと SNS の使い方を間違えてしまう若者たちが多くいますが、一生ネットに残る覚悟があるのかを踏まえてから投稿することをお勧めします。とまあ最後は説教っぽくなってしまいました。すみません。ラッパーはシラフでも気候に出ることがあり、その結果アーティスト活動にとんでもない影響を出してしまう人もいます。こちらの動画で彼らの気候が見ることができるので、合わせてご覧ください。それではさよなら。